皆さんこんにちは、さきです。本日はフィンランド人の英語力についてお話ししていきたいと思います。はい、フィンランド人の英語力に関しては一応ね、昔に動画を上げているんですが消してしまったので、今回はですね、そのことについて改訂版的な感じでお話ししていきたいなと思います。その時にね、もし見てくださっている方がいらっしゃいましたら、内容がね、かぶってしまうかもしれないんですけれども、よかったら最後までご覧いただけたらなと思います。フィンランド人って本当に英語がね、話せる人が多いっていうことで、移民が多いところだから、多分ね、英語を話し慣れているフィンランド人の方も多いと思うんですけれども、ヨーネスでもですね、結構まあまあ60歳50歳ぐらいの人とかでも英語話せる人多いので、そんな感じでですね、フィンランド人は、どうやってその英語力が身についているのかみたいなところについてお話ししていきたいなと思います。大きく分けて2つありますが、生活面と教育面ですに分けてお話ししていこうと思います。よいしょ。そう、まずじゃあ教育面からいきたいと思います。で、私教育学をお勉強していたんですけれども、その時に小学校に見学行く機会とかも多かったので、そのことについて触れようかなと思います。だいたいフィンランドは何年生からなんでしょうね。なんか3年生とかから多分英語の授業が本格的に始まるような感じだったんですが、1年生2年生でも私が見学に行っていた学校では英語の授業がありましたが、何でしょうね、なんかみんなで歌を歌うとか、なんかちょっとこう先生がカードを出して、でちょっとみんなでこうそれを出し合って説明するみたいな感じやけど、もう1年生2年生の時からすごく英語の授業の時は英語だけみたいな感じで結構徹底されていた感じもありました。少なくとも 50% ぐらい授業の中では英語が話されていたのかなと思います。3年生4年生ぐらいになると、そう、本当にもう英語の授業はもう英語っていう感じで分けられていたような気がします。で、5年生は私が行ってた学校は少しちょっと違ったカリキュラムだったので、ちょっと変わっていた学校だったんですけど、その時ももうなんか5年生の子は結構留学生とかが行くと結構積極的に留学生とかにも話しかけてくれる子供たちが多くて、その中でも本当に英語ペラペラの子もいましたし、英語あんまり話せないけどなんか興味を持ってそのちょっと英語を交えながら話してくれた子もいました。はい、懐かしいですね。人をダメにするクッションみたいなやつがいっぱいあって、でそういうところに座ってお勉強をするっていう感じのスタイルでした。でそれでなんて言うんですかね、あんまりなんか How are you? Fine, thank you, and you? とかじゃなくて、日常的な英語が使われていたイメージがあります。もちろん低学年の時は単語が多いイメージですね。やっぱりその単語で慣れていくっていう授業が多かったんですけど、3年生4年生とかになるとやっぱり文法とかも入れてそうやって話していくみたいな授業もありましたし、5年生とかになるともうなんかもう話せている子もいれば、なんか英語で調べてみてプレゼンテーションをしようみたいな、そういう発展的な授業とかまであったので、本当に学校によると思うんですけど、私が知っている限りでは結構5、6年生からはもう本当に中学生みたいな感じの授業になっていました。で、中学校なんですけど、もう中学校になると私よりも上手い英語を喋るフィンランド人の生徒がいっぱいいて、で一つ英語の授業をね、見させてもらったんですけど、多分リーディングの授業やったかなと思うんですが、テキストが配られてあるんですけど、そのテキストの中に書いているのが本当にもうなんかエマ・ワトソンが言ったスピーチの内容が書かれてるとか、オバマ大統領のスピーチ、演説の内容が書かれてるとか、そういう感じの教科書でした。他のページも見せてもらっても結構なんか、あ、この人知ってる、これ知ってるとか、あ、この歌知ってるとか、そういう感じのなんか結構身近なものから取り入れていくっていう感じのスタイルでした。で、そのスタイルもその ただ読むだけじゃなくって、読んでこのことについてどう思いますかみたいな感じで英語でディスカッションをするっていう発展的な授業が中学生にありました。いや、もうね、なんか日本では考えられないぐらいの会話量がありましたね。人にもよりますが、もうあのクラスでもう先生もずっと英語、フィンランド語でパッて言ったとしても、あ、英語でなんて言うのみたいな感じのレッスンだったので、フィンランド語を話さないような雰囲気があるっていうところが徹底されているなと思いました。そんな感じでフィンランドの教育によってフィンランド人の英語力が高いレベルにあるっていうことがあるのかなと思います。でも本当に大きいのが生活面だと思うんですね。日本って例えばゲームとかアニメとかってほとんど今日本のものじゃないですか。日本のゲームとかアニメとかがすごく浸透している国っていうこともあって、
まあなんか世界中の人がね、今とかだったらもうパンデミックもあったからアニメとかもめちゃ見てるし、例えば動物の森とかめちゃ流行ったじゃないですか。あれとかもね、いろんな国の人がやり始めましたよね。でそういうこともあるんですが、日本人で日本のゲームをしようと思ったらやっぱり日本語になるじゃないですか。フィンランドってフィンランドの人口自体が600万人弱なんですよね。でそれってあの兵庫県の全体の人口と同じようなサイズらしいんですけど、やっぱりそんだけの人しかいないから、あの母語話者も少ないんですよね。でフィンランド語を話す人も本当に少ないので、マイナーな言語っていうところもあって、ゲームをするときに英語でするんですよね。ほとんどの子たちはそのゲームとかアニメとかをこう英語字幕で見たりとか英語でやってるっていうことが多いので、ゲームするけど英語の学習にもなっているという感じですかね。だからこのゲームをしたいからこの単語なんやろうって調べるっていう感じで、はい、あの上達していたらしいですよ。ポケモンのゲームとかもそうですけど、日本のものをわざわざ英語でする人っていないじゃないですか。日本語のゲームやしだからそれで私も、あ、確かになんか自分が昔その小さい時から英語でゲームしていたら変わったかもしれへんなって思うんですよね。そう、それぐらいなんかゲームっていうものが遊ぶためだけじゃなくて英語のためにもなってたのかっていうところに初め驚きましたね。日本で洋画を映画館で見ようと思うと、まあその映画にもよりますけど、だいたい吹き替えの方がちょっと多めのタイムスケジュールになってると思うんですね。で字幕の方がちょっと少ないっていう感じ、気持ちですけど、そういう感じがフィンランドではその本当に逆で、もうなんか吹き替えがほとんどないっていう感じね。まあそんなになんか人口も少ないからわざわざ作るかって言われると、まあ英語使っとけっていう感じなのかもしれませんけどそういうこともあってフィンランド人の英語は本当に小さい頃から上達しているのかなと思います。でもちろんそのフィンランド語の媒体が少ないっていうことが、その英語のポッドキャストを聞いたりとか英語の YouTube を見たりとか、そういうことにつながっていくっていう感じです。最後にこのおまけなんですが、あちくんはどうやってフィンランド語じゃなくて、あちくんはどうやって英語を勉強したかっていうことなんですけれども、そう、彼もさっき私が言ったみたいにそのゲームとか、ポッドキャストとか YouTube とか、そういうあのビデオストライブストリーミングとかゲームの実況とかも英語で見て言語をね吸収して、あとは彼すごく読書が好きなので、結構もう英語の本をもう小学生の時から読んでたりとかして、その英語が上手になったみたいです。で、あのまあオンラインゲームとかでもそのオンラインの人とあの英語で話すことも多かったし、まあなんかそんな感じらしいです。でまあ何年生ぐらいの時にあのペラペラっていう感じで話せるようになったのかって聞いたら、やっぱり中学校に入る時ぐらいから、まあ自分はいい英語が話せるかなぐらいのレベルだったそうです。私の時はね、中学校でから ABC しましたからね、ちょっと私も小学校ぐらいまではそのなんかあの英会話教室に通っていて、これはいい感じで話せるなって思ってたんですけど、普通に外国人の先生と話してたし、だけどその中学の英語になると音読する時とかも先生もなんか What are you doing? とかでこうやって言ってるんですよね。だから Can I? じゃなくて Can I? とか How about you? とかそういう感じで、なんかもし What are you? とかって言っちゃうとなんか変な感じだったから、こうなんか自分をこう抑えるというか、そういう感じでしたのを覚えています。それ中2だったかなと思うんですけど、今はねまだ変わってきてると思うんですけど、そうなんか私との違いがなんかはっきり出てるなとなんか思いましたね。そうなんか留学生とかも多いところなので、でヨーロッパ圏はね結構エラスマスっていうあの留学の制度があるので、ワンセメスターだけ違う国に行ったりとかもするので、まあそういう時にその大学生とかだったら学生さんとね接する機会が多いのかもしれないですね。そんな感じです。はい、なんか少しでも参考になったら嬉しいんですけど、はい、そうですね、日本の教育もなんか頑張ってほしいですよね。今日も見てくださりどうもありがとうございました。あのリクエストあったら本当にぜひよろしくお願いします。なんかちょっとどうしようかなと思っている時なので、ではまた次の動画で、バイバーイ。